OK。 よし、じゃあ今日は、伊藤源選手に来てもらいました。選手ヒストリー第2弾ってことで、源はどういう選手かっていうと、ゴールキーパーの俺からすると、まあ、浜の防波堤っていうニックネームがつくくらい、フィクソ、サッカーでいうセンターバックみたいなポジション、一番底の選手で、体を本当投げ出してボールを止めたり、そこが一番のストロングポイントになるかなと。まあ、源がどうやってこの YS のこの選手になって、今は選手会長もやってくれてて、まあここに来るまでの道のり、まあヒストリーを聞きたいなと思って。じゃあまず生年月日を。生年月日1991年9月10日です。で今は何歳？今は31歳。で、YS は結構長い。 YS はだから今年が在籍6年目になります。F リーグ2部の初期メンバーは俺が一番最初。その源はどこ出身？神奈川県横須賀市出身。あ、横須賀なんだ、うん、で中学の時に横浜の中学校に引っ越したから、まあ、そこからは横浜。何歳くらいでその、まあ、サッカーを始めたのは小学校1年生で始めて。それまでは特に？それまではもう普通に、うん、なんか何して遊んでたか覚えてないけど、まあ多分サッカーもしてたんだと思うんだけど、サッカーの少年団に入ったのは小学校1年生。じゃあ6年間その6年間そのチーム少年団に入って。結構強かった？いや弱かった。弱かった。めっちゃ弱くて。地元のクラブ？そう、小学校6年の時の大会もすぐ負けちゃったんだけど、まあ俺はその小学校5年とか6年ぐらいから地域の選抜に入って。地域っていうと横須賀市選抜、うん、その横須賀市選抜でなんか評価されてマリノスのジュニアユースに、はい、あ、セレクション受けて、はい、入って。そうだ、だから中学校3年間はマリノスでプレー。あ、そうなんだ、うん、じゃあマリノスユースってこと？マリノスジュニアユースね。ジュニアユースってことか、うん、すごい。意外とチームのみんな知らなくて、言うとなんか笑われるけど、うん。ポジションどこやってたの？あ、まあ、ポジションはボランチかサイドバックかセンターバック、後ろ目だったね。あ、後ろ目。中1の時はトップ下のとかをやってたけど、やっぱり上手い選手がめちゃくちゃ来たから、自分はどっちかというとそのどんどん後ろに守備の選手にそこからなっていったっていう。まあ、小学校の少年団が、まあ、結構弱くって、うん、でまあ、プロになるにはやっぱそういう強いとこ行かなきゃいけないみたいな思いでジュニアユースに入って。ジュニアユースに入った時はそのプロ、まあ J リーガーになりたいみたいな夢はあったけど、そこまでそんなに真剣には考えてなくて、うん、でまあ中学行った時どうするっていうので、まあセレクション受けてみてって感じ で、そしたら受かっちゃったみたいな感じだったから、うん、全然落ちた感じだったんだけど、最後の最後で電話が来て受かったから、あ、じゃあ行きますみたいな。でもさ、倍率とか多分すごい高い。いや、もうどうだろう、まあでもその当時の小学生でまあなんか対戦とかするじゃん、で、あ、こいつうめえなってやつは全員受けてて、そのセレクションにね。で、あの 50m 走とかやって、リフティングやって、でゲームやって、だから絶対落ちたと思うんですよ。そしたら最後のなんか受かってて、そうそう。なんか有名な選手とかは？有名な選手はいて、天野純。あ、まあ、うん、マリノスでずっと活躍してて、今韓国か行って、あと小野兄弟っていう有名な選手で、今小野裕二が、弟の方がサガン鳥栖かな、サガン鳥栖でやってて、うん、が同じ代なんだ。そう、小野裕二は1個下の代で、小野優斗っていうそのお兄ちゃんの方と俺と同い年。でそいつは今タイリーグでプレーしてて、その辺がまあ、で、あの対戦相手は宇佐美貴史とか原口元気とか、その辺がね、レッツとかガンバにいた時代からやってたって感じ。意外とこれ誰も知らない俺の過去まあ、自慢ではないけど、まあ、その環境でやってたみたいな。そこで苦い思い出だったり一番印象に残ってる？一番の印象は結果で言うと中学3年の時の夏の全国大会で日本一になった、うん、そのマリノスのチームでクラブユース選手権っていうの。そうそうそう、中学のクラブ、全国のクラブの1位になったんだ。先発だった？あのね、サブだった。あ、サブだった。サブで、ずっとサブで、大事な試合は出れないとかで、あの通過決まった3試合目とかの後半出るとか、うん、で大事な試合でもラスト5分で出るとか、そんな立ち位置だったんだけど、うん、中3の時ね、うん、で全国大会の予選までそれで、うん、で決勝トーナメント1回戦で
センターバックのやつが鼻怪我してもう骨折みたいなで出れなくなって、そっから俺が出て、でそっからのベスト16ベスト8ベスト4決勝は先発だった。なんかめっちゃ懐かしいけど栄光時代ね。サッカーの栄光時代。でかかったな、やっぱり中学とか体身長。そう。いや俺全然でかくない。あ、でかくない、うん、普通。体人が強い。体人の強さとヘディングと、あとカバーリングか、カバーリングとかオフサイドのさラインのコントロールとか、そういうのかな。で高校はどうなの。あ、そうで、栄光がそれだけど、もうその夏ぐらいから、うん、あのユースには上がれませんよって言われたんだよね。もうあの立ち位置的にサブだったし、だからサッカーの強い強豪校に行くか他のクラブに行くかみたいな、うん、選んでって言われて、でまあ紹介はできるけどっていう風になって、で選んだのがフロンターレユース。おう、うん、でまあ当時、今フロンターレってさめっちゃ優勝したりしてて、まあね、下部組織も強いっていう印象だと思うんだけど、当時はそんなでもなくて、うん、それこそ神奈川の強豪チームとやっていい勝負とか、高校のね、が負けちゃうとか、そういうぐらいのレベルだったから、でそこにフロンターレユースに練習参加して、うん、そっちに決まったっていう。でそれに行くために川崎の高校に行って、はいはい、そっから通うみたいな、家は、まあ、家は、まあ、うん、だから横浜から川崎、横浜から通って、そこでもなんか結構有名な今選手とかいない。あ、いる。1個下の中川博人、マリノスでめちゃくちゃ点取って、今 F 東かに行った。もう高校は普通に勉強で入った。高校は面談をやって合否が出るみたいな、あの結構頑張ってたから普段の勉強を、もう成績は良かった、内申が良かったんだよ。で内申高い人がさ、ある程度の人はこうなんていうの、筆記試験の前の前期試験みたいな、前期後期で分かれてて、その前期試験で決まったから、でそこで落ちちゃうと多分後期のその何筆記試験にもあるんだけど、で前期で良かったから、だから筆記はしてない。それ推薦とかじゃなくて、なんて言うんだっけな、なんかあるんだ。そう、あるある。スポーツ枠、いや特にそうじゃなくて、そう、うん、そう内申を持ってって面談して、でそう喋ってみたいな。そう、ちなみに内申はどれくらいある。内申なんかさなんか基準なかった、120とかさ、どうだ俺ら内申多分な、県によって違うかもしれないけど、俺ら5段階評価で、うんうん、そうそう、でその5段階評価のなんか合計が120いくらみたいな、だった気がする。1から5があって、うん、それを全部まあ足して平均を出した時に、まあ何点何みたいな、例えばそれいやもう覚えてない。覚えてないけど中の上ぐらい。あ、中の上ぐらい。そうめちゃくちゃ頭いいわけじゃないけど、まあなんかまあ頭いいみたいな感じだった。なんかフロンターレで一番心に残る思い出とか。フロンターレユースの思い出は、さっき3年間って言ったんだけど、うん、途中で辞めてんだよね、実は。ああ、そうなんだ。そう、だからもうそこでプロを諦めたんだよ、ね、ああ、辞めるタイミングだ、ね、うん、なんかもう怪我も多くて、うん、でユースでもう出れるかなと思って行ったけど、あんまチャンスがなかったから、うん、いやもうこれはもうプロは無理だなみたいな感じになって、うん、でそれが2年の最後とかな。あ、そうだから最後の1年はもう楽しもうと思って、その自分が通ってた高校の部活に入った。あ、はいはい、そうで部活でやってたら結構いい線まで行って、選手権予選で、はい、選手権には出てないんだけど、はい、神奈川って結構強豪校集まってて、そこでね最後ベスト16のところに行ったのかな。だから高校3年だともうあんまり強くないサッカー部の選手はさ、もう早めに引退するんだよね、うんうん、受験のために夏前とか。でも俺らはなんかやってて、なんか勝っちゃってんねみたいな感じで、気づいたら10月ぐらいまでずっと部活やってて、で10月に選手権負けて、でそこでもう一旦サッカーはもう終わりみたいな。で大学どうするみたいな感じ。そっからよ、10月から。そう、入試がだって2月3月とかだからさ、超時間今から勉強してもっていう。でもね俺やったんですよ、やったの。そっから初めてやった。そっから初めて勉強でやった。で、うん、これも言ったらびっくり、みんなびっくりしてんだけど、立教に入った。それおそれもなんかいろんなとこ受けたんだけど、うん、最後記念受験で一番高いとこ受けよう、うん、ないあのね、うん、ランクがね、うん、でそしたらなんか受かって、なんか受かって、他はない。いやだからね、受かってた。そう、他も受かってた。他も全部受かって、全部受かって、そう。さすがにちょっとね、早稲田慶応とかちょっと難しいなって思って、そこより下らへんのところを全部受けてって。賢い。
だから地頭がいい系。そうだね、そうだね、そう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 、ね、やればできる系、うん、それ最初から勉強の道行ってたらすごかったね。まあね。立教では何やったの？あ、立教はサッカーとか、ね、そこでフットサルサークルに入ってた、うん、大学のね、うん、でそれもなんかこう新歓活動でビラもらってみたいなさ、でまあなんかテニスサークルとか、なんかいろんなサッカーの同好会とかいろいろ誘われて、でも選んだのはなんか一番地味なチーム、フットサルの、それこそビラもめちゃ配ってないようなチームで、なんかビラ見てたら見つけて、もらってたの見つけて、で行ってみたらそれがなんか結構競技系のそうチームで、なんかサークルってよりはどっちかっていうとその OB とか絡めてもう東京都リーグに出てますよみたいな、そうチームだったで、練習参加して、何これフットサルってこんななんだみたいな感じになったのが大学1年、東京都リーグ1部とか2部、2部から1部に上がってでみたいなのを3年間やりながら、2012年にさワールドカップあったじゃん、フットサルのワールドカップがタイで、それにね行ったんだよ、見に行ったっていうのも、なんかその当時俺らが所属してた大学生のフットサルリーグがあって、 F ネットっていう大学生のリーグがあって、そこでのなんか選抜作ってタイに行きましょうみたいな、ワールドカップ日本代表を応援しに行きましょう、で応援するだけじゃなくて、タイの現地のプロのチームと戦いましょうみたいなのがあって、そう、それに大学3年の時に参加して、でその時に、あ、なんかフットサルで海外挑戦とかもできるんだみたいなの、まあ、話を聞いたりして、そうそうそう、でそこからちょっと、あ、じゃあなんか F リーグとかよりなんかその海外に行くみたいな方が俺の中でなんか魅力的で、最初話を聞いてるうちに、じゃあイタリアに行くトライアウトがあるから来てみないって言われて行ったら、でセレクションがあって、でそこに行ったら、まあ、合格もらって、ああ、それ日本で開催されて、そう日本で開催して、でそれで大学4年の年の2月ぐらいかな、みんなはそれこそもう就活準備だよね、もうスーツ着て髪戻して、もうエントリーシート書いてますみたいな時期に、俺はイタリアに行った2週間だけその2週間で練習参加してチームの契約をもらって帰ってきたって感じ、一旦日本に帰ってきた。そういうこと？結構参加人数とかやっぱいたの？海外行きたい、まあいたいたいた、うん、で名前出しいいのか分かんないけど F リーガーも参加してたその時。あ、そうなの、うん、じゃあ名前出し、え、栗本栗本、そう、栗栗栗栗フーガの、うん、が栗はここに出しましょう、栗本、栗本がいたのは覚えてるじゃあ契約勝ち取って、で卒業と同時にあっちに行くみたいな。あ、いや卒業まで待たずに行った。あ、そうなの、うん、卒業、その2月に2週間行って帰ってきて、うん、そっからはもう、うん、もうイタリアは行くモードよ、だから準備してビザとか、もう夏だよね、なんでかっていうとイタリアのフットサルのリーグが始まるのが秋口から始まるから、もう夏のうちに行って、うん、で、登録のね、うん、こと準備とか、うん、滞在許可書とかいろいろあったんだけど、うん、ややこしいところを早く準備するっていうので夏にはもう行ったんだ。だからもう大学は休学しますって言って、そう、あの辞めるとはならずに、やっぱどっかで戻ってくるかなと思ってたから休学で、でもあとちょっとでしょ、あとちょっともう半年だけだから卒論書くだけみたいな感じ、うん、卒論書くだけなんだけど、もうこの時期にじゃないとイタリアの挑戦間に合わないから、もう休学させてくださいって言って休学して行った。どれくらい行ったの？イタリアは。イタリアは計それで4年間いた。4年間行ったのそれさ、え、4年終わった後に大学に戻って、そう、卒業したんですよ。あ、 そのイタリアはどこの、なんてチーム？イタリアはね、最初はセリエ C っていうカテゴリー、うん、だから4部とかなんだよね。1部はめちゃくちゃ強いんだけど、うん、で2部ぐらいからもう F リーグぐらい強くて、うん、で3部があって、セリエ B があって、セリエ C、うん、4部のところの、まあその地方に分かれたリーグなんだけど、その地方のチーム、サンジョバンネーゼっていうチーム、うん、それはプロ契約？まあそうだよね、お金をもらって、 あと家を用意してもらって、食事とかも保証してもらうっていう契約。だいたいなんか1日のスケジュールとかどんな感じだったの？夜練習、まあ、2部練とかがないチームだったから、夜練習があるから、まあ、そのなんだろうな、チームが持ってるその
コート使って練習していいよみたいな感じで、日中はその練習とか自分で自主練習して、で夜で練習してっていうサイクルで、途中からちょっとバイトとかも始めたんだけど。あ、どこでバイトしたの？バイトはあの監督に誘われてやったんだけど、あの学校、高校とか中学とかにさ、あの昼休みになるとパン持ってくる人とかいるじゃん。 あれをやったイタリアにそのパニーノって言って、あのサンドイッチを届けるっていうバイト、ていうかもう朝から自分たちで切って作ってそれを届けてみたいなのをやってた。途中で移籍したから最初の2年間はそれをやってた。移籍してどこ行ったの？移籍してちょっと北イタリアの方に、地方をまた変えて、で今度はセリエ B の2部に上がりそうな強いチームに行きたい、移籍したいっていうので練習参加して、でそれで合格もらったから、それで移籍したんで、だからそこは本当に3部から2部に上がる強豪チームみたいな感じ。そこではまあお金もらって、そこでも同じ。バイトしなかった？いや、バイトはねちょっとやったかな、ちょっとやったかな。そのまあでも ほぼどチームの、そうだね、あのお金と、そうだね、強すごい強いチームだったし、監督とかもすごい厳しくて、なんか鬼軍曹みたいな感じで、すごいちゃんと練習するチーム、ご飯とかは自分で自炊？自炊、基本自炊。うん、パスタ？パスタね、昼は大体パスタもうなんかある程度の食材はさ、もうなんだろう、うまいからイタリアのね、食材はもうパパパって作ってもめっちゃうめえみたいな、何食ってもうまかった。夜はちょっと日本食が恋しいから、その中国人経営のアジアンショップとか行って、あの醤油とか買って、味の素とか買って、ちょっと高いんだけど、で夜はご飯炊いて日本食食べてた。いや海外とか行くと、例えばスリとかなんかいろいろあるけど、なんかそういうの？あ、全然ある、全然ある。なんか一番やばかったやつ？一番やばかったのは、だから練習の時に貴重品をみんなロッカールームに置いてってたんだよね。そしたら練習終わって帰ってきたら、もうロッカールームのその貴重品全部丸ごとごっそり行かれてて全員の貴重品。そうで、俺はなんかその結構大事な、もうほんと1週間前に日本人の友達が会いに来てくれてからもらったキーケースとかを使い出してて、でそれをその1週間後に取られた。携帯も全部取られたみたいな。海外らしい、海外らしい。そういうのはもうザラに。なんかその友達がめっちゃいいやつ多くて、たくさんできて、そう、まあ日本もいいけど全然イタリアもありだなみたいな。だからまあイタリア残りたかったんだけど、ビザの問題とか、チームが言ったら解散しちゃったんだよね。あ、そうなの？そう、あの来年もよろしくねって言って日本に帰国したんだけど、じゃあ来年ごめんやらなくなったみたいな。何それ？そうそうそう、それもイタリアよくある話で、その強いチームがまあ なんだろう、スポンサーのね問題とかでなくなっちゃうみたいな、いきなり解散しますみたいな。だ選手は結構それでいろんなとこに移籍したりするのがイタリアは常で、でマジかってなって、でそっからもう一回イタリアに戻ってチーム探すか考えたんだけど、その大学卒業のリミットもあったから、休学できる期間がもうギリギリだっていうので、まあちょっと一旦ここはもう断念するかみたいな感じで、そう大学に戻って、でもそっからはもう F リーグとかも普通に見る立場で行ってたよ、ファンみたいな。ああそうなんだ。そうどうしようかなみたいな思いながら。あ、じゃあちょっとフットサルとか、まあフットサルから離れる、まあ半年ぐらい、まあ東京都に一部のチームにお世話になってたチームがあって、そこに戻ったんだけど、でもなんかそのどうしようかなとか思いながら、その時にちょうど YS が F リーグ2部に新規参入しますっていうのがあって、で前さん、前田監督がいて、まあ前さんに誘ってもらうみたいな形で、でもまあ練習っていうよりはセレクションに普通に参加して、一発目寝坊してそのセレクションに寝坊して、そのイタリアでやってた選手が来るって言って、みんなどんな選手かなと思ったら来ないみたいな。でその1週間後にかな、行ったのかな、セレクションに。その時はなんか多分ごまかしたかなんか日にち間違えてましたみたいな。そうで普通にセレクション受けて普通に入団、そっからは YS の選手。え、ちなみに今は仕事は何や？そのイタリアに行った時の仲間がいてと、会社を作って、でその会社で連動して、まあ、少人数ながらも連動していろんなことをやってるんだけど、一つは
港区の東京都港区芝浦の室内の体育館のコートを、スポーツラボ芝浦っていうんだけど、を運営してる。まあそこでフットサルしてもらったり、バレーボールしてもらったり、バドミントンしてもらったりっていうのを、箱を1個持ってるって感じ。イタリア語が喋れるメンバーが揃ってるから、そのイタリア人の観光客を日本に今たくさん、まあ、今はね来てるようにな、戻って来てるようになったから、そのガイドみたいなね、そう観光地に連れて行って日本を紹介するみたいなのを、まあ、ずっとそれは帰国後にずっとやってて、会社作る前からずっとやってて、それを会社作って事業化したっていう感じ。じゃあ現それもやってる。やってるやってるやってる。うん。面白い。浅草とか連れて行って普通に、そう、このお寺はって説明して。普通の人とは違う道を歩んできてるわけだから。まあね、こういうことを大事にしてきたかなみたいなのがあれば。ああ、まあなんかイタリア語でなんかすごい気に入った言葉があって、それはなんか座右の銘的な感じなんだけど、なんかイタリア語でアルクオーレノンシコマンダって言うんだけど、なんか心に逆らえ、あ、ごめん、心に従えか、心にはそう、心には逆らえないっていうのが直訳。ああ、そういうことね。そうそう、だからなんかなんかいろいろ考えても本当は自分で思ってることが一番大事でしょみたいなことの意味、そのイタリア語があって、それの言葉が好きで、人生の選択するときはその心に従って選択してるみたいな、そんな現の、じゃあ目標、直近でもいいし、まあ、どういう人になりたいとか、まあ、なんか目標は何でも。まあフットサルはこれだけ長く付き合ってるから、まあもちろんフットサル選手としての目標はあるけど、どっちかっていうと、まあなんかもっと大きくスポーツ界みたいなで捉えた時に、まあなんか海外、イタリア行ったから海外とこっちの日本をつないでなんか面白いことをしたい。そっちに どっちかっていうと、そういうビジネスを、現の夢を応援して、応援してください。伊藤現選手を頑張ります、応援しましょう。皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。こんな感じでいいんですか。大丈夫です、はい、ちょっとだいぶ長くなっちゃったけど。だよね。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。